というわけで、えー、動画のインタビュー企画、今回は日高選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願,ますお願いします。あのー、ちょっと今、えー、チームの結果が少しあ苦しい状況にありますけど、うん、選手、まあ日高選手の立場からこう、今のチーム状況をどういうふうに見てますかうんー まあ僕、あの、町田戦出てないんですけど、はい、あの、客観的に見て、うん、多分見てた人も思ったと思うんですけど、そんな大した差は、正直あんまりなくて、まあ結局その決めるとことか、守りきるところっていうので、まあちょっと、そこの差が、少しある分、まあ、うん、うん その町田さんと、あの、差が出てしまったっていう、はい、まあその、それは町田戦だけにも限らないですけど、まあいろんな場面でそういう面が出てきてるかなっていうふうに思うので、その際のところ、うん、やっぱり、サッカー11対11で、まあ目の前の相手に負けなければ、まあ試合、 に負けることはないっていうのは、まあ、その通りで、うん、1>, 1対1の際のところで、シュートのブロック、あるいは、まあ、シュートしに行く、その、け引きのところもそうですし、えー、意識のところも、うん、やっぱり、もう一段階上の、えー、基準を作んなきゃいけないなっていうふうに思います これ僕、町田戦はめちゃくちゃいろんなことを考えさせられてるんですけど、<coughs> 確かに差はないし、その、言ってしまえば、なんつうんだろ誤解を恐れずに言ってしまえば、全然大したことないなと思った。で、なんでこのチ、多分これ町田の選手もそう思ってんじゃないかなって感じてしまうぐらい、ね、なんならサッカーとして、なんつうんだろう、 形,形も、まあ、これ、町田の人見られたら困っちゃうんですけど <laughs>、形もなければ、うーん、っていう中で、<laughs> ただ、あの、ピッチに立ってる選手の中で、圧倒的に格が違うエリキだけが、一人だけずっと走り続けて、強度も落ちない。で、あんだけそのツーあ、町田のツートップのプレス、簡単に剥がされて、繋がれてるのに、 それをやられてストレスを抱えているにも関わらず、エリキだけがずっと落ちない、そのモチベーションと、えー、今日。それって、もちろんフィジカル的な強さ、メンタル的な強さもすごく感じたんですけど、え、結局 J2 の中で一番すごいこの人が、サッカー選手として今表現しなきゃいけない、一番基本的なことを、誰よりもハイレベルにやってるってことの、そこに差があるなと思ったんですよ。うん そういう意味ですごく、あの、なんか資産に飛んだというか勉強させられるゲームだった気がして、うん、それってどう思いますそうですね、うん。なんかエリキ選手見て俺結構ビビってしまった。うん、うん。まあそうですね。うん、まあやっぱり、まあ、エリキ選手みたいにスーパーな選手いますし、はい、まあ清水とえば乾選手だったり、はい、個人的にやっぱ能力、 飛びで抜けてる選手、たくさんいると思うんですけど、はい、そういう相手に対して、自分たちはどう戦っていくかっていうところで、うんえー、今年のスローガンとして、はい、えやっぱり一体感っていうのを掲げていると思うんで、そこは、うんもちろんエリッ選手みたいに、全員がやれればいいですけど、うん、まあやれなかった時組織的にどうやっていくかっていうところで、えー、僕たちのやらなければいけないところ、やっぱコミュニケーション取ったり、 まあもちろん走信なきゃいけないところもありますし、まあその辺はやっぱり、まあ見習うというか、うん、その辺はやっぱり見,見習うというか、ハッと気づかされるというか、うん、まあそこは相手から学ばせていただいたなっていうのを感じますね。うん 結局ね、彼があの最後の2点目、<laughs> 勝負を決める2点目を、ねはい、考えると、その取る技術もすごいんだけど、それよりもそこに持っていくための意志の強さと、うん、彼自身が一番チャレンジャー精神を持っていて、一番強度を出したいと自分で思っていてできると信じ込んでいる、そこの差、まあ、そこの差を、そこの差だったら埋められるじゃんと思うんですよ。うん、だってみんなそれをやろうとしてるんだから、 その戦術云々の話に逃げるんじゃなくて、個人としていかに自分自身の強さを出すかってそれをすごく感じた、ね、そうですね。はい。まあ自分の力を発揮するっていう能力も必要ですよ、ねはい、そういうことでしたね。たそれは間違いないと思います。なるほどで僕、平川選手に対しては、そのなんか意志の強さみたいなところが、やっぱ今のチームの中でもかなり強い方だと思っているし、えー、っと、もちろんその、 左サイドバックとしての、えー、いろんなことができることも、もちろんなんだけど、それよりも、なんか、意志の強さみたいなところにすごく魅力、惹かれてるんですけど、あの、この、日高選手のキャリアって、あんまり僕今まで見たことない、このクラブで、うん、<laughs> あんまり遭遇したことないキャリアだったんで、すごくそこにも興味があるんですけど、うん、今回の遺跡って日高選手にとって、 まあ相当、まあ大チャンスだろうし、うん、そのつもりで決断したと思うんですけど、はい、そこに関しては、どういう,こう背景があるか教えてもらいますかうんまあまず、大学卒業時にプロに行くか、結局本田由さん選んだんですけど、はい、まあそれに、 至っったのはやっぱり僕はプロでやっていく自信がな,いなかったっていう、まあ、技術面でもメンタル面でも、うん、まあ一番は技術だったんですけど、うん、まあそこでまあ本田由さんで学ばせていただいて技術向上させていただいて、うん、まあやっと自信がでついたとでそこで岩木由伸さんに拾ってもらってここからはもう自分が出せるかどうか、うん、まあ自分にかけてみたんですけど。うん まあもちろん岩木由紀さんでもすごい学ばせていただいて、自分の成長に、なんていうんですかね、ものすごく大きな成長を遂げられたと、うん、まあ自分では思ってるんですけど、うんうん、なんていうんですかね、その移籍僕の今までの遺跡ってやっぱりステップアップっていうか、自分の成長したものを次でどれだけ活かせるか、うんはい、プラスその遺跡したクラブで、 どれだけ自分を成長させられるか。っていう。うん、まあ、テーマを持ってはいなかったんですけど、うん、結局そうなってる。うん、自分の中でそうなってて。今回の遺跡も、やっぱり、なんていうんですかね。岩木由さんだったら、まあ、ちょっと、ごえあるかもしれないですけど、まあ100、100%出れる。うんうん、自分からしては、自分からすると簡単な、はい。はい。 簡単というか、うん、まあ俺しかいないだろう、みたいな、うん、まあ自信というか。うんうん、自信ですよね。はい。はい、まあ、あったんですけど、うん、それで成長できるのかっていう、うん、まあシーズン通して相手がうまい、うん、レベルアップしてる中でも、それだけで成長できるのかっていう、まあ自分の中で考えて、うんうん まあもちろんジェフにはすごい、もう今までテレビでしか見たことない選手がいたので、もちろんそのテレビ出てるってことはもうすごい実力もすごいですし、そこの、なんていうんですかね、僕の成長につながると思ったんで、新しい刺激を求めるというか、まあもちろん出れる確率は分かんなかったんで、 そこは挑戦だったんですけど、いや、本当に移籍してきてよかったなって思うぐらい、もう今の時点で、やっぱり刺激もありますし、成長できるチャンスがあるなっていうふうに思ってるんで、まあでも、そこの、やっぱり自分が成長したいっていう気持ちに沿った移籍だったかなと思います。なるほどいきなりだから最初にちょっと怪我しちゃったじゃないですか。はい、はい。 あれ結構凹みましたいや、全然すね。大丈夫はい。はい、なんていうんですかねやっぱり、なんか自分のマインド的に、なんかいい方向に持ってくというか、うんポジ、ポジティブな方向に持ってくのが得意というか、ちょうどキャンプ前で、うん、キャンプでいっぱい試合が見れる。うん、実際に監督が求めてる、<お>あの、選手像というか、<laughs> なるほどだいたい どんなプレイスタイルを求めてるのかっていうのが見れるチャンスだなっていう。自分がやってるとまあもちろん言われるやら、言われる部分はあると思うんですけど、それだけじゃわかんない部分もあって、誰かのお手本が、なん,んですかね。まあやっぱり基準があればわかりやすいし、うん、っていうので、そこはちょっと プラスだったなっていう。なるほど。その発想はなかったですね。はい、意外とそうか、客観的な立場の方が分かることもいっぱいあるってことなんですね。そうか。あのタイミングで、ほら、あの時って、あの、キックオフイベントが、あ,あの日ですもんね。あの日ですね。はい。で、あの、一応登壇者の方に、こう、今年ブレイクが期待される選手の一人として、うん、あ、そうなんですか、ね。そうそうそう、日高選手、多分名前が挙がってたから、そうですね、はいで。僕があの時なんか、喋、えー、らせてもらってたから、はいはいはい あの、加藤さんから、はい、今日は日高が怪我しちゃったんだな <laughs> <laughs> あ、このタイミングですごくか,か、残念だなと思ってたんですけど、はい、本人は意外と。もう全然。<laughs> はい。そうなんですね。はい。その辺の観察はじゃあうまくいきましたそうですね。うん。やっぱり、その、試合を見るのもそうですけど、その試合を見てる周りの選手の意見も、うん。すり合わせながら。うん、なるほど。はい。やっぱり、 もちろん出てた選手にもどんな感じだったとか、まあそのイメージはできたかなと思います、あの時間で。あの、レベル的にも、うん、だから多分ケアから戻って本格的にチームに入っていく中で、で試合をこなしていく中で、その J2 のレベル、まあジェフのレベル、J2 のレベルとかってことを気にしなくても、 全然自分がこう、何の無理もなくスッと入っていけた感覚はあったんじゃないですかうん。無理。そうっすね。その、気持ちが小さくならずに入っていけたんじゃないか。ああ、なるほど。うん、それは、そうかもしれないですね。うん、意外とすんなり。うん、まあ、よく言えばやっぱり結果を出したかったっていうのは、一発目のインパクトで。うんうんうん 大事だと思ってたんで、うん、まあそこはちょっと出せなかったっていう反省はあるものの、うん、まあデビュー戦にしてはまあまあまあっていう評価でしたね、自分の中で。なるほどね。でももうもはや。 まあファンの人たちって、だからよく見てるなと思うし、よく情報収集してるなと思うんですけど、開幕前、ヒ、ま、ダ、あ、選手が加入するっていう話が出た瞬間から、日高はいいんじゃねっていう人の方が、すごく多かった気がするし、なんでみんな知ってんだろうなと思うぐらい、<laughs> あのー、だったんでそう、そういう意味では、あ、すごいな、みんなよく見てるんだな、こんないい選手取ってこれたんだ、すごいなと思ってたんですけど、ここまで戦ってきて、自分的なターニングポイントみたいなのってありました うん。ターニングポイントか。うん。ターニングポンなあの、こういシーズンのっすよね。はい。なんか何でもいいんですけど。やっぱその、シーズン始まって怪我するまで、えー、なんていうんですかね。やっぱりポ,ポジショニングの重要性っていうのを、やっぱり感じて、やっぱり高木君とかめちゃくちゃうまいし、うん、その、 うまいっていうのは技術もそうですけど、はい、やっぱポジショニングの取り方とか、うまいし、こうやくんとかも同じような感じなんですけど、本当に勉強させていただいたというか、練習あ、対面してるってことですね。いや、もう、なんていうんですかね。やっぱ練習って、なんていうんですか。休んでる人もいればやってる人もいる。まあ、その、休んでる時も、やっぱり見逃さないように、っていうのは、ちょっと心がけてて。はい そこの、なんていうんですかね、ターニングポイントかはわかんないですけど、やっぱりそこの重要性、うん、やっぱりそこはサッカーで一番大事なとこかなっていう技術よりも、うん、まあもちろん戦うとか、うん、まあベースはあるんですけど、やっぱりそこのサッカーの理解度っていうか、うん、そこはもう自分、やっぱ成長するポイントはもうここだなっていう。<ー>だから高木君とか荒野君のプレーはずっと見てたっていう。 それを見て、はい、どうゲームに持っていくかもちろん高木くんのプレーを見てましたしずっと、うんまあ、同じようなプレーはできないもののやっぱりポジショニング何を意識してるのか、まあ、どこを見ているのかっていうのは結構見たりして勉強させていただいたんでそこは一番今のところ重要だったなっていう。うん その感覚が今のプレーのあのポジショニングにつながってるんですそうですね。そう,です、ね、そうなんだ。はい、あれって、つまりまあ内側に入っていくあのポジショニングって、はい、どの、どこからどういう流れでそうしてみないってなったんですかうん、まあ、加入当初からそう、その、そういうサッカーっていう、うん、サッカーをしたい、目指したいっていうのは監督から、はい 言われてたんですけどシーズン始まって怪我でなかなかそのコンディション上がらず、うんまあ、秋田戦でデビューして、うん、そのデビューしてから何試合かかけて、うん、自分にちょっと余裕ができてきてはい、はい、こういうポジショニングを取った方がいいっていうのを思い出して、うん、試合中にこういう感じかなって。 っていうまあ一瞬チャレンジしたというか、うんうん、このワンプレーだけでもちょっとやってみようっていうはい、はい、あまあその感覚が監督からして良かったのかもしれないですけど、うん、まあ何て言うんですかまたスターリスタートできたというか、うん、その目指してるサッカーでもそこの徐々にですかね 何かきっかけがあってっていうよりも徐々にこう僕の,そのサッカーの理解度が増していったというか、まあ、そこはすり合わせですけど、うん、だそこにやっぱり今シーズンのチームの一番の特徴があると思っていてそれはつまりピッチに立ってる選手たちも監督もそうだしそ,のそ,のチャレンジそういう意味でのチャレンジ精神に対して許容する。うん で、例えば、チャレンジする側も、今のほら左サイドって、まあ大輔中心にだと思いますけど、こう、何かあった時に、みんなで解決しようとするじゃないですか。で、つばきくんとかもなんか見てると面白いなと思うんですけど、<laughs> あの、前から行きたいのか、うん、ここはステイした方がいいのかとかの、はいはい、そこのみんなのこう、状況判断の、 話し合いとかも何、はい、なんとなく今そういうこと話してんだろうなみたいなことを考えながら見てるんですけど、そういうのも含めて、できることがちょっとずつ増えていく。だから多分、うんうん、木高選手のあのポジショニングも、これっていいタイミングでこれを出せれば、うん、ど,んどんな相手でも嫌がるポジションなんだろうなっていう多分感覚ですよね。うんはい、それを一個ずつ増やしていくっていうのが、多分、まあ、あちこちで、うん みんなそれぞれの感覚で、あるところが多分一番いいところなんじゃないかと。その辺の感覚って、選手としてもやりがいがあるだろうし、楽しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、そ,のそれについてはいかがですかそうですね。やっぱりそのチャレンジに対しての周りの反応っていうのは、うんうん、なんていうんですかね、その、そのチャレンジできる環境としては最適というか、うん、今の、やっぱりダメなことはダメだし、 チャレンジしていいことはナイスだし、うんうん、そこのなんていうんですかね、全員の、そこの良い,い悪いも全員が共通理解できてないと、はい、判断できないと思うんですけど、はい、まあやっぱりそこはできてきてる。はい、徐々にですけど。はいうん、まあ、その、チャレンジしてまた次考えればいい。うん、そこはやっぱり、 染みついてきてるというか、うん、チャレンジしやすい環境ではあると思います、うん。で、これ本当にその難しいところは、これ僕の勝手な意見ですけど、今の結果がで今難しい状況に陥ってる理由の一つとして、うん、できることが増えてきてるからこそ、その選択が難しくなってきてる。一瞬、あれ、この場合どっちがいいかなって、選択肢があるからこそ、迷ってしまう。迷ってしまうというか、 すり合わせが難しくなっている。うん、で、例えば、えー、裏、裏、裏っていう、そのラインブレイク、ラインブレイクっていうことが、意識の頭の中にあり,ありすぎると、逆に足が止まっているみたいな。その感覚ってちょっと局面ごとに見えるし、うんうん、そういう意味では、まあ当たり前にぶつかる難しさなんじゃないかなと思ってるんです。うん その、そこをでも突破するためにも、そのチームとしての共通意識とか、なんか、まあ、チャレンジや精神がやっぱ大事だから、メンタル的にもすごく今の状況って難しいと思うんですけど、そのチーム状況をこう、どういうふうに、どういうふうに見てますか、れません。うん、まあ、だからこその個人技というか、はい。そこの、チームとしてのチャレンジ、うん。 プラス、やっぱり出てる人のその個性を出す勇気。そこは本当に大事になってくるかなっていう。まあやっぱりドリブルが得意な選手がポジショニング取ってワンタッチで叩いてっていうよりは、やっぱり自分が得意なところを探して、そこを周りの選手と共有して、で自分の個性を生かす。生かしてもらう。生かす。 生かさす、生かす。うん、仲間を生かす、うん。そこの思いやりっていうか、うん、少しの我慢というか、はい、も大事だと思いますし、やっぱりそこのチャレンジできる幅が増えるのはめちゃくちゃいいことだと思うんで、うん、全然ネガティブなこと一つもないんで、うん、そこのすり合わせっていうよりは、うん、もうちょっと我を出すというか、はいはい、そこの自分の強さを出すというのは、やっぱり、 大事になってくるかなと思います。そうか。はい。だから個性を、だから、そうやって出させるためには、やっぱ、なおさらそのチームとしての信頼関係とか、うんそ,うね、そういうことですよね。はい、だから今、ブレちゃいけないんですよね。そうですね。<分>はい。うん、と思います。うん、あのー、ま、えっと、現時点では間もなく、だから、次の岩き戦を終えれば半分なんですけど、はい、まあ、岩き戦ということもあって、 まあまあいいか、その試合、展望し、ね、えー、その後半、まあ前半戦戦った上で、そのシーズン後半にまあ巻き返さなきゃいけない。まあ順位、順位としても、えー、厳しいと思うんで、後半戦にこう逆転しなきゃいけない、その強さを出すために必要なことっていうのは、今どういうふうにてますうん。今は、 やっぱり勝てない、勝ててないっていうのが、まあ、現実としてあって、まあ、間違いなく何かを変えなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど逆に変えちゃだめなこともたくさんあ,、うん、あって、うん、そこをどれだけ信じきれるかと、うん、あとはやっぱり先ほども言いましたけどチャレンジ精神というかもっとこうしてみたい試合中にそう思ってもいいと思うんですよ。 今このタイミングで自分で仕掛けてシュートまで行きたい。うん、全然いいと思うんで、そういう、なんていうんですかね。そこを試合で出せるか、練習では出せるけど、試合で出せるか、やっぱりそこの仲間を知るっていうところも必要ですし、うん、まあその半分終えた中で、だいぶみんな分かってきてると思うんですね。うん、僕が、例えば僕が上げるタイミングだったりとか、クロスを上げるタイミングだったりとか、 えー、こうやくんが出せるタイミングだったりとか、みんな分かってきてると思うんですよ。センターバックが出せるタイミング、ポジショニング取った方がいいタイミング、分かってきてると思うんで、そこが、これから生きてくると思うんですよ。そうか。はい。そうか。はい。今までやっぱ苦しんだ分、はい、収穫は多いと思うんですよね。やっぱそれを出せるのがこれからの半分。まあ 現実として、順位として、ちょっと難しい部分あるかもしれないですけど、やっぱり、そこはプロとして、うん、えー、応援していただいているスポンサーの皆様や、ファン、サポーターの皆様のためにも、うん、そこは、えー、プロとして出さなきゃいけない、結果として。うんうん、やっぱりそこの、うん、大事なところは忘れちゃいけないし、うん、ブレ、ブレるっていうのはちょっと、 僕たちサッカー選手としては、うん、まあ間違いなく変えなきゃいけない部分は先ほども言いましたがあるけど、うんうん、ブレぶれずに、真の強いチームとして、えー、ここからの半分、まあ岩木戦まだ残ってますけど、ここからの試合、今シーズン残りの試合全部出せたらいいなっていうふうに思います。そうっすよね。いや、そうそうだ。だから苦労したものを、苦労してコツコツ積み上げてきたものを、 後半戦に本当表現できるかどうかが、めちゃくちゃ重要だと思うし、うん、<coughs> だから、もちろん結果は出さなきゃいけないんだけど、今本当に我慢の時期で、うん、あの、それでもこう、歯を食いしばって、なんていうか、自分たちと向き合えるかみたいなところでしょうね。そうですね、うん。いや、難しいですよね、やっぱね、本当に。まあ、プロなんで、結果出さないと。うんうん そこは、うん、全員が心、えー、ここの真ん中に持って、はい、そこを中心にやっぱり泥,泥臭く勝つっていうのも大事ですし何としてでも結果をっていう姿勢、うん、めちゃくちゃ大事だと思うんで、うん、そこは全員で出せたらいいなと思います。カメラ目線でサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、どっちですか えー、いつも応援していただいてありがとうございます。えー <coughs> まあ、僕たちで苦しい時でもいつも声出して応援していただいている中でなかなか結果を出せない時本当に申し訳ないと思ってます。えー、ですけど、まあ、これからの半分、えー、なんとか僕たちのサッカーで、えー、元気や勇気を与えられるように、えー、頑張っていきますので、もちろん結果として 勝ち続けられるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい